極道南中は大阪府出身の高男子である。旧芸名に極道南太平洋、太平洋。高校生の頃、高男を初めて生で見たこと、またマイケル・ジャクソンが自伝で最も優れたエンターテインメントはストーリーテラーである、と語っていたのを読んだことがきっかけで、高男に憧れるようになり、1991年、高男子の三代目、極道湖南寮に、 弟子入りし、極道南太平洋としてデビューする。自らが造形を深める競馬に関する講談、競馬公爵を展開し、日本を代表する名馬を取り上げた。1996年には、南太平洋の競馬公爵会と題した、競馬公爵とレースの展望会を、GI レース開催時期に合わせて展開している。また競馬関連のイベントの司会進行役も、務めている。 2005年3月まで NHK 教育テレビストレッチマンにも出演していた。2005年9月に開かれた太平洋フェスティバルで湖南寮から独立し芸名を太平洋と改める。また同年10月からは KBS 京都テレビの競馬中継競馬ワンダーランドの毎週日曜日放送分で1。 開催ごとに島島しまんずの池山心と交代で2010年12月の番組終了までメインキャスターを務めた。2014年1月、極道南さえもんの一門に入門し、芸名を極道南なたかに改める。ありがとうございます。